私はキャリアを積む中で一番大事なことは自分に枠を作らないということだと思っています。もちろん自分はこういう職種に就きたいとか、こういう仕事がしたいという、あの、はっきりとした目標を持つということも大事だと思いますが、そこだけに自分を縛ることはないというふうに思います。なので、自分が関心を持つことや、あるいは、 自分の専門分野じゃないことにもどんどんと関心を持っていただいて、自分の可能性を広げていっていただきたいというふうに思います。